女性でムキムキの人は日本の男性はあんまり受け入れられなかったりしてるんですけれども、でもあの筋肉で女性らしさってすごく作れると思っているので、例えばこの細いウエストだったりとか、こうお尻の丸みだったりとか、よりアーティスティックに表現した選手に贈られる賞です。発表いたします。体ももちろん体型も美しいのがやっぱりベストなんですけど、多分ね今日も自分の気持ちの中がすごくいい状態でいるからこれだけ評価されたんだと思うんですね。だから心の中でやっぱりなんかこう輝いてると素晴らしい、体なんかそれが全部出るのかなって。